皆さんこんにちは、ダイダラです。スプラトゥーン3サイドホルダーやっていきましょうか。はい、ということで、ここかっこいいね。このやっぱ秩序の世界って見た目とか色合いがすっごい好き。うん何も変化のない世界だけどね、それもまたいいのかな。よし、では鍵開けていきましょうか。さあ、3つあります。あ、出た、開発日誌ね。次、一番最後まで開けないと多分新しい鍵出ないんだよね。新しい武器出ないんだよね。だいぶエグいよな。はい、こちらです。ネリバース開発メモ。ネル社の メインフレームを借りることで演算能力を確保。仮想世界ネリバースの、プロトタイプのベースに、ネリメモリのデータを、集積して世界を構築する。ネル社の、社内ならどこからでも社内ネットワークを通じてアクセス可能。社外からのアクセスは生コホンを経由する。被験者は自分の魂のインスタントコピーであるパレットに全体記憶のインデスクとなるカラーチップをセットして自身に適応する記憶とのコネクションを確立する。なんか難しいこと言ってる。何言ってるか分かんないや。記憶の定着には困難を乗り越えた経験が必要。課題を繰り返し与えて定着させていく。記憶が十分に定着したら仕上げの処理を行う。まあ、課題を超えていくっていうのはやっぱり塔を登っていくってことなんかな。ここまでの理論は検証済み。これらを一次元に塔を登っていく形にするのが良いか。塔の各フロアイコール課題、塔の最上階に到達するイコール仕上げの完了。やっぱそうだね。塔を登って課題を達成するわけ。被験者が塔の最上階に到達すれば実験成功。被験者の魂は元の思いと記憶で構成された完全体に復元される。運営は特別な権限が与えた専用のアバターが行う。それぞれネリバースのシステムを借り、被験者の先導、治安維持、3つを役割を担う。ねえ、あれはコタコなんかな、これってね、役割になってた管理者っていうのが。よし、4段目いった。真珠50個埋め。本来だったら大体ね、開発日記、真珠で武器やったんだけど、もう違うんだよね今回。なんだ今度は。また開発日記だ。開発日記がダブルできたね今回は。はい、じゃあ読んでいきましょうか。ラストのやつこちら、姫パイセンが映ってるぞ今この画像。かわいい。ネリバースの構想がまとまり、本格的に開発が始まりました。そろそろ上のことも考えないと。システムの管理は私がやるとして、被験者の先導はやっぱ先輩。イメージ固まってきましたよって。あ、管理と先導全部役割、3つの役割全部別々なんだね。塔のてっぺんに私がいて、先輩が塔を目指して登ってくる。あれ、これって私お姫様みたい。テンション上がる。登りがいある塔にしますよ姫先輩。タコノエス養成所でチューターしてた時に訓練ステージを作った経験が生きてますね。スプラトゥーン2のフェスステージもね、飯田が作ってんだっけ、あれって。わかんねえ。ね、被験者の皆さんにも楽しんでほしいですからね。あとはネリバースの治安維持ですが、ね、当たり目さんが紹介してくださった方にお願いできそうです。それは小ダコなんかな、大ダコだけど。ハチさんには、最初の被験者になっていただきたいです。テンタクルズ・ワールドさんもあと2ヶ月に迫ってきました。音楽も開発も頑張るぞ。姫パイセン。よし。スケール等もだいぶ、ね、アルペジオ来た。飛来するアルペジオ。増殖し共鳴する異界のカノン。異界のカノン、ボスもつい終わったんだ。これ。こいつですね。こいつ、キモいです、アルペジオ、マジで。直撃するといいで、当たる前にやっちまえ！やれってことね。はい、こいつ。ハチによく似たやつだ。危険です、1体ずつ倒そう。うわ、なんだ、ウルトラ着地、なんだ、あいつ気になるな。1体ずつ倒せよっていう。ボスは、あとはね、頑張って倒していけばいいのが、4体倒せ、あと2体倒せ。でこいつだけ結構大変っていうのがおもろい。だいぶ終わってきたな、ここも。はい、カラチップコレクションももっとちょっと増えたねっていうことで。よかったよかった。なんか新しい情報もあるかな。あ、これメイン効率マックス。すごいね。連射速度とかのインク消費が増えがちなチップと合わせると安心だ。だって、最高です。これマジで強かった。そう、撃破インク回復。倒しても回復量は同じっていう。すごいね、これ。この撃破インク系とかマジで でかいよな。姫ドローン。威力控えめだけど直撃しやすいよっていう。そして、ドローンアイテム。で、アイテムはランダムだけど、ドローンバッテリーは出ないらしい。あ、ドローンバッテリーは出ないんだ。ねえ、撃破ドローンゲージ。撃破インク回復も合わせると、やっぱり倒すたびにすごい。雑魚的処理特化になるんだよね。よし。今回もいいもの見れたってことで。さあ、次。真珠屋さんも見とこうか。なんか増えた？ギア増えてないんだね、全然。さ、ステッカー。そして、プレート。おー、プレート。プレートもだいぶ埋まってきたね。あと1個だ。で、ギアはあと2個なんだけど、それが全部埋まってないので、そこは気になるところだけど、いつ埋まるんでしょうか。さて、じゃあちょっとさ、今回のギア、パレット考えましょうか。さて、前回こちらやりました、万太郎のやつです。うん。どうする今回。
今回どれ行く？難しいな、これ。近距離行っとく？なんか、弓とこれやったもんね。なんで、今回は、どれやろうかな。まあ、色で考えるんだったら、姫パイセンでもいいしって感じか。いっか、ジムワイパー行くか、打つ方。俺、打つ方好きだし、結構。打つ方を信じて、行きたいと思います。打つ方は、ごめん、何？ラッキーと姫か。ラッキー&姫か。じゃあ、姫パイセンも最強ってことだよ。よし、じゃあやっていきますか。ドローンスプリンクラー別に出ないにしていいかな、これ。これ、ドローン食い物も別に出なくていい。あ、1.2 倍になった。ラッキー。ドローンアイテム、ドローントルネード。ドローントラップは出す。で、撃破ドローン、塗りドローン。塗りドローンも別にいらねえんだよな。個人的にあんま好きじゃないっていうか、必要ないなって思ってるんで。で、ジムワイパーだから、攻撃力上げとこうぜ。せっかくだし。イェイ。ウィー、モリモリ。めっちゃ強かったけど、ドローントラップ出すようにしとこうか。使ったことねえし。よし。オッケー。入って1枚になった。困った。なんか1個消す？消すもんあるか？コンティニューできないにしようかな。うん。これ、痛い目見ねえから大丈夫かな。 1.2 倍は確保しとこう、今回は。よし。では、これでいこうと思います。ジムワイパーなんで、やっぱ、火力欲しいなってことなんすよ。個人的には。ピュン、ピュン。全然飛ばんな。900。わー、360? おかしいな。はい、バン。900。ねえ。縦切りドン。あー、いい火力。よし、じゃあちょっとこれ頑張ってみましょうか。近距離の攻撃力アップが欲しいよね。もっとボン、パン、パン、パンって敵がつけれるような。まあ、切るのも大事なんだけどね。メインショットサイズ、時間ドローゲージ、爆発サイズ。ちょっとどれも微妙なんだけど、今回の。どうすんの？ねえ、メインショット当たりやすくなります。もう当たりやすくなるとか、そんな概念じゃないから、これ。ドローンゲージや、ドローンをちょっと稼いでいきましょうか、じゃあ。さあ、今回はドローン&、ラッキーだっけ？ラッキー&ドローンで行くっていうスタイルですので。で、プラス、やっぱなんか、連射速度とか、かな。もう射程はいらん、今回。射程いらん、あ、待て。うい。え、なんか終わった。おー、ベイブレードよ。よし。どうしようかな。うい。ボーン、ボーン。パンサーボムって地味に使いづら。よいしょ。むずいよな、だいぶ、炭酸ボム。よいしょ。へい。よいしょ。だって。ちょい、当たっとる。じゃあ当たった。マックスっても射程ちょっと欲しいかな、さすがに。やりづらすぎる、こいつ。や、倒しづらい、マジで。こんな倒しづらいことある？ねえ、まあいいけどさ。さて、次の回です。ラッキーコンボ最大数、ディスクパーツ、インクパチパチ。今回ってなんだっけ？ラッキーだよね。言ってやすいの。ディスクパーツとラッキーコンボ、インパチ、全部強いこれ。全部もらえませんか？全部もらえないかなって思うんだけど。え、どれにしようかな？ラッキーコンボにしようかな？ラッキーコンボって実はそんな20とかまでしか高めたことなかった気するんだけど、ちゃんと、やってみよう。高めてみたいな。できたら、やっぱ、ラッキーにいきたい。サブウェポンを使うな。まあまあ、イージーゲームですね、そんなの。よし。使うな言われたら使わない男なんだ、僕は。はい、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 ドゥーン！ほらー！ほらーほらーっていう感じで行きましょう。おー、もう第2巻もそこ。よし、ガンガン行こう、ガンガン行こう。さあさあさあ、サクサク行ってもろて。よいしょ。これはうえーちょっと待って、飛ぶの大変かも。よいしょ。さあ、ガンガン行ってください。敵来ないね、全然。来たけど、来たけど来ないね。来たけど来ない、来てんだよ。
それカニやん、よく見たらカニ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 。おお、どっちも使ったことねえサブスペじゃん今回。カニ炭酸ボム、炭酸ボム弱そう。よし、報酬マックスゲットでーす。イドンドローンゲージ、そしてラッキーボム、時間ドローンゲージ2倍激ムズ、これよ。ドローンゲージ高めていこうぜ。時間ドローンゲージ、時間ドローンゲージマックスにしたらもうほっとくだけでドローンバシュバシュバシュってすんじゃん。バシュバシュバシュ、なんか言ったか。はい、行きましょう。エリア守れです、行きましょう。うわちょっと待って、ちょっと待って、このいきなりこれか、ちょっと大変かもなこれは。えい、よいしょ。ちょっと待って、これちょっと待って、これダメです、すいません、ダメです、これさすがに、さすがにしんどいですね、これは。はい、あまりにも、あまりにもしんどいですね、これは。よいしょ、ういちょっと、あの、お客様許していただきたいでしょうか。カニ、カニ、カニ、おっか兄さん、おっか兄さんをちょっと使っていかないとね、これ、よいしょ。おい、マジお前やめろ。よいしょ。よいしょ。させねん、させねん、させねん、させん。よし。もう終わった。おら、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 おら！もうやだな、これ全部。敵うぜえよ、マジで。じゃあ、ここストップさせられたんで、それで取り返していきましょう。いっぱいいるっす、敵さ。よいしょ。こっちも。くそ、火力が足んねえかも。もっと欲しい。力が欲しい、俺に。あと10カウントが、10カウントが遠いな。はい。よいしょ、オッケー。頼む。終わってくれ、ナイス。まあ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 。確かに時間はかかりましたけど、まあいけましたんで OK です。ナイス。いや、これドローンのやつ欲しいな。ドローンスプラッシュボム。メインショット貫通。インネバー。むむ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 。ドローンスプラッシュボム。今回、いるか？スプラッシュ、トラップ、スプラッシュ、トラップ、トルネード、メガホン、4つ。いけるか？入れる枠はある。姫ボム。いるんか本当に姫ボムって。メインショットの方がいいのか。でもメイン、もう今回メイン諦めようかな。うん。今回メイン姫焙煎だけでいいのかな、結局のところ打つ方。姫焙煎と仲悪そうだし、君たち仲良くしてもらいたいという気持ちを込めていきますか。とりあえずよし、スパッと、スパッと。待って、なんだお前は。うい、うい、邪魔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 。うい。ちょっと行くね。結構大変これ。やめてやめてやめて、本当やめて。ちょっと、あ、ありがとう姫パイセン、ありがとう。マジで姫パイセンっすよこれ。ベイブレード、ベイブレード下手くそ。ベイブレード下手起きた。うい、邪魔だ邪魔邪魔邪魔。撃破ドローンゲージとかなんかちょっと欲しいとこだね、これは。ねえ。よし。ラッキーコンボ出てる今。ねえ。よし、オッケー。あ、終わった？ 2 個で終わり？まあ、簡単でしたね。簡単でついてたもんな、よく見たら。いやー、よかった。さくら姫パイセンがドローンボムを投げれるやったよっていうことで。ドローンの最大コンボ数、ドローントラップ。欲しいとこではあるけれど。コンボも自販機も欲しいとこ。どっち行こうかなーこれ。ね。ドローン、お金高い方行こうかな。ドローントラップもちょっと見たいから、ドローントラップにしとこうかな、ここ。姫パイセン、お願いします。ラッキーコンボもちょっと増やしていきたいけど。まあ、ドローン優先で、ワンチャンあればラッキーって感じで、行きましょう。これ後半めっちゃしんどくなりそうだな、まだ。あ、後半じゃねえか。ねえ。逆に今の方が楽でいいのかな、認識的には。よいしょ、ウェーイ。
ベイブレードしようぜ。よし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 。おい、なんだお前ら、許してくれ。よいしょ、カニちゃん。おい、カニちゃん。かってカニ、カニって優秀。あのカニさんが強すぎるんですが。え、ポータルキラーじゃないか、カニって。えぐい。ミスター、エレベーターの中にいて暇じゃねえか。そうでもないさ、このエレベーター放っておくと勝手にどこか行くんだ。あ、これ聞いたな、確か。誰かが見ておかないと君たちはジエンド。マジかよ。ミスターって昔とかから壁際とか狭いとこ好きだでしょ。んなことは、いや、ある。こういうとこ落ち着く。狭いとこが落ち着く人っているよね。わかる、出た。これ激波ドローンゲージ。これがあれば、もう勝ちです。勝ちです。勝ちました。ありがとうございました。お疲れ様でした、皆さん。勝ちました。行ってきまーす。逃げる敵。おお、このステウロ初めてじゃん。ウェー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 、めちゃくちゃかよ、これ。周回するほどは。おい、あまりにも簡単じゃねえか、これ。そう、激波ドローンゲージ。マジで最強でした。自販機行くか。ドローンアイテム、ドローンプラム。ドローンアイテムもピーけど、いいや、自販機行きまーす。いや。いや。いや、自販機行きます。結局。これ、ドローンアイテムいらないかな。うん。ラッキーコンボでアイテムは出すので、大丈夫ですっていう、お気持ちで言いましょう。さあ、お買い物。ラッキーコンボ時間。あー、これ買いまーす。スプリンクはさすがに。さすがに弱すぎまーす。よし。ラッキーコンボ時間。もう黄色もちょっとやっぱ欲しいよねってことで。見つかっておきましょうか。ラッキーコンボの延長。最大数、そして、ねえ、コンボ時間などの組み合わせで、いい感じでいきましょうか。ウェイス。さて、メインショット塗り。ラッキーコンボ最大数。あー、これだな。うん。もういらん。もうこのあたり。全部これでいい。よし。全部これでいこう。最大数増やしていけ。まだまだいくぞ。よし、難しい。上下すると追い込みないのフロア。さて、ムーブカラーチップきた。おお、ムーブだぜ。ムーブは、足が速くなるやつ。ウェイ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 、待てー、待て待て待てー、おい、どけどけどけお前ら。ムーブさせろ俺に。よし、逃げるな、みんな。お前ら、何引っかかってんだ。見え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 、見とこるみんな。よし、終わった。めちゃくちゃだろ、お前ら。25秒クリア、ナイス。飛び込み台、敵が飛び込むっていうね。どっちかっていうと。よし、一足インクボトル確率、ノックバック。ノックバックは割とありかなと思ったよってやつ。だけど、ねえ。思ったよってやつやけどよ。どうだろう、ノックバック、あのバケツの時これあると意外と生存力高まったんだよね。いるようなノックバック。1個は欲しいかも、むしろ。激ムズだし。あの、ポータルだよね、今回って。今の見てた感じ。ポータルだったらカニで終わりだし。投げ込まれるって書いてた、今。やだだ。インク、これスペシャルたまんない、ここで。たまってる、スペシャル。たまってる、これ。ほんとたまるの、このゲーム。俺、いまいち信用してないけど大丈夫。あ、ゼロだった。ほら、やっぱりー、ねえ。ほらほらほらー、よし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 。まずは一発。よし。おい、ナイス、どけお前ら。ノックバックしてやる。ノックバックしてやる。ちょっと、ほんまどいてもらっていい。あ、トラップナイス。姫トラップありがとうございます。よし。姫トラップありがとうございます。よし。キミトロップありがとうございます。よし、もう打ったとりあえず一旦。うおー、あとどこ。あんなとこにある。キメパイセン、お願いしまーす。みんな飛んでった。よいしゃーい、よいしゃーい、ナイスオン。最強すぎる。投げ込んでくれ、もっと。ありがとう、敵さん。よし、お金も回復。よし。では行きましょう、次。頼む。怒りのカノンは出るな。怒りのカノンは出るな。
なんだろう、もういいんすよ。反発、オッケー、ボールね。異界のカノンはもういっぱい戦ったから、満足したんで。よし。じゃあ、ゴロゴロ丸々行きましょう、ゴロ丸くん。よし。おい、ゴロ丸パッと切る。よし。パッと切る。よしよしよし。あいつをガンガン切っていこう。はい、パッと切る。よし。パッと切る。よし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 。いっぱい切ってけ。ごめん、どいてもらっていいですか。すいません。いた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 よいしょ、やれ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 、邪魔すぎる敵が。よし、せつ一旦切るか。よいしょ、バーン。あ、やだ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 、すげえ威力じゃねえかあいつ、うざいな。だいぶ、ちょ待て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 。よし、カニ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 、まあ、簡単でしたね、皆さん。よいしょ。カニ強。だってカニさ、多分、このボスも強えし、円錐のやつも多分簡単だし、さらに、異界のカノンも多分全部いけるし、ラスボスもいけるよな。全部いけるじゃん。ずるくね？普通に強えよな。お金ないな、今回。お金ないからな。ちょっとさすがにこれドローンバッテリーとか言っとく。ゼロよりはあった方がいいもんな、ドローンバッテリー。取っときましょう、ドローンバッテリー。よし。黄色い。だって、このゲームで俺多分やってて強いなと思うのは、ラッキーとドローンなのよ。そのダブルであるってことは最強なのよね。どう考えても。冷静に考えたら一番強いと思うよ、これ。この武器。ジムワイパー。よいしょ。でもメインがちょっとむずいか、ちょっと。これ癖ありだよね、メインがかなりの。よいしょーい。それ以外はだいぶ強いんだけどね、ほんと。おいおい。ナイスー。よいしょーい。どうすっけ、これ。カメ、一応、待っていいですかね、ちょっと。カニちゃーん、ブブ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 ブ。はい、インパチ、メインショット、貫通、突撃ダメージ。関係ないよね、突撃ダメージは。ねえ、メインショットの確率、インパチ。インパチか、貫通かってとこ。でも、貫通ってぶっちゃけ意味ないもんな、この武器。ちょっとあんのか。いや、そんないらない、俺は。インパチ。スプリンクラーだから、インパチします、ここ。結局のところ同じインクカラーばっかで揃えた、インクっていうかカラーチップで揃えたいっていうのがあるけど、フロアリセットの多分ね、リセット費用をめっちゃ安くしたりとかしないと多分きつそうだよね、そういうのは。よいしょ、おい、入るか。あー、行き過ぎてる。よいしょ、おい、おい、なんだお前ら、邪魔すぎるだろお前ら。よいしょ、おい、邪魔だろお前ら。おいおいおい、ボールどこ行った。ボールどこ行った、マジで。ボールがないよ。どこなんだよ、ゴールは。残り1個だよ。あ、はまったの、なんか今の。よいしょ。いや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 、はまってはまってはまって、もう君パイセン、それ入れといて。よし、待っとくわここで。かっこいいポーズして終わった。おーし、12回もイージークリアでした。ナイス。インパチ、やっぱインパチは1は欲しいよね。ドルトル踏み込みアタック、ため攻撃で踏み込んだ時にダメージを与えます。だっておお、突撃ダメージアップで威力上がる。うわー、これオリジナルだよな。トルネードも欲しいけど、突撃吹き飛ばし、じゃあこれと突撃系効果あったんだ、知らなかったな。取っとくぜ、せっかくだし、せっかくだし。そう、せっかくだから取ろうぜ。やっぱオリジナルのやつは
あのカラーチップ梅に大事だから。どれぐらい火力あるんだろうこれ。ね。あー。これか。全然移動しない。思った20倍移動しなかったけど大丈夫か。ね。よいしょ。どうすんだよこれ。おいおい。一旦ちょっと塗っておいて、この辺。全員下に誘導していこうぜ、まず。あいつらを。あいつらを全員、下に行け行けってしよう。下に行け行け。おい、なんだお前ら。ウィー、ドゥルル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 ル。閉じ込めまーす。追い込み量でーす。楽しい。今のコースも初めてやるコースだね。こんなコースあるんだ。踏み込みアタック使うことあるんか。ホービング絶対いらん。インク効率サブあってもいい。でも自販機行こう。2000円あったら自販機行こう。さあサブステは多分今回これでいいかなと思います。炭酸は微妙だったもんね。やっぱサブはまあプリンクラーが多分まだ強いと思う。吸盤とかも全然強いんだけどね。お、帝王イカも強い。連続横切り速度アップ。はいはいはい、なんだこれ、こんなあるのかよ、初めて見たぜ。ワイパーの時間あたりに横切り回数がアップしますよ。ブン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 ってできる。おい、ワイパーってなんかそんなオリジナルチップそんなあるんだ。面白すぎるだろ。インクショットダメージアップ、イカロールアタック、ドローンスプラッシュボム。え、これはちょっとインクショットダメージ、赤を連続でいっとくか。赤連続ボーナス。ちょっと面白いだろこれ。15回いきましょう。ちょっとなんか面白くなってきたな。おいおいおい、ワイパー、わあ。めちゃくちゃだこれ。めちゃくちゃやってちゃった。ほらあと撃破インク回復がちょっと欲しいかもってぐらい。ねえ、あまりにも無茶だ。あまりにも無茶苦茶すぎる。無法化すぎるぜ。おい、なんだお前は。誰だお前は。よし、俺はジャンプしない男だいたら。ジャンプいらないぜ。おい、もう一回スプリントやるとこ。ほら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 よいしょ。ジャンプしてるか今。しないよ。しないしないしない。俺はしない。よいしょ。うまーい。うまーい。さすがに、さすがに、ちょっと面白くなりました。皆さん。さすがに、さすがに面白いです。こちら、皆様、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回ここまでにしておきましょうか。さあ、毎回ね、とりあえず15回ずつ進んでおります。ジムワイパーちょっとあんまり今回あなんか個性出ないなと思ったんですけど、武器があんまりちょっと個性出てきましたね。やっぱさ、その武器固有能力がねあまりにもおもろい。これちょっと次回もやっていきましょうか。これどうしようかな、ちょっとおもろいな。はい、それでは、チャンネル登録したかったらチャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。ダイダラでした。おつっぽいよ。